昔その海外に建築を見に行った時のポルトガルで見た建物で、同じくそのコルクの外装の建物というのがあって、でその風合いだとかそういったものは頭の中に印象には残っていて、徐々にこう色が抜けてグレーっぽくなっていってるんですけれども、こういった形でなるべく経年する素材、古びていくことで、またそれが一層魅力になるような素材を使いたいというのもあってこういうものを選びました。きっちり周りの人にも光や風を届けられるような建物の建ち方っていうのをすごく今回はこだわって作ってます。で結果としてそれがすごく特徴的な建物の形態になっています。思い思い腰掛けたりしながら、まあ、みんなで向き合って暮らしていくっていうような生活をシーンとして思い描いてこういう家を考え出しました。こう都心に町に住んで外の町並みが見えて、なんかそういうものが生活のこう背景になっているような、そういう家なので、垂直方向よりも水平方向を意識したプランニングで、まあ、それが出窓とも相性が良かったなと今となっては思うので、階段はシンプルに単純にその水平方向に広がる各階をつなぐものっていう位置づけで設計したかなと。昔の建物が今から見るとすごく良いものができていたり、価値を見出されたりして、それを延命させていくっていう潮流が一つ建築の界の中にあって、でも今から新しいものを建てるんだったら、やっぱりこれから長く生きられて価値を持っていく、価値が上がっていくようなものを作りたい。そうするとお金をどんなに積んでも得られないものっていうのは、やっぱ経年したもの、極力そのビニクロとかじゃなくて木とか、ま、塗装もそうだしコルクもそうだし、積んでていて変化も面白いし、時間が経つと経っただけの味わいがあるような素材を使いたいと思いました。当然その出窓の上に立てば新宿のビル群ですとか東京の様子が見えるんですけれども、ここは今壁を 2.2 メーターほど立ち上げていて、でここでしたかったのは、この出窓に腰掛けるとむしろもう東京の景色すら消えて空しか見えない空間を作りたいというふうに思いました。なかなかその東京にいて建物が一切見えない外ってあんまりないですよね。東京らしい景色はもう下の階までで見えるので、ここではもう完全に空と向き合うことによって東京以外の場所に思いを馳せるというか、そういう空間にしたいなというふうに思ってこういうような場所にしています。
設計するという思想で作ってるので、人とともになんか動かせるものがいいなっていうことで、ダウンライトではない、もうちょっと重たいけど持ち運びもできるものを照明としてしつらえていて、なので全部コンセント付きになっていて、これも時間とともに子どもたちが例えば自立したら、もっとこういう違う使い方があって必要な場所に照明も動いていくような、そういう風にしたいな。答えようがないです。建物が建ってる場所っていうのは、その周りに当然いろんな形式の街があって、で僕が作りたいのはそういう街を読み込んで、その街に調和をする建物で、ただその調和をするために求めていった形が、結果的にこの建物の唯一無二の特徴になる、そういう建物を作りたいというふうに考えています。